今日私は茨城県に来ております。この嵐が迫る中、持ってきた機械はこの機械、高所作業車ですね。こちらで使うマシンですね。よし、じゃあ早速下ろしましょう。今回のマシンの特徴は KCG360、 ごめんなさい、3502、 3m50 上がる、これ押しますね。さらに伸びる、この味。そしてします。はい、360度の旋回が可能になっております。それも電気でね、下げましょうか。はい、ね、下げるのはあの電気でなく油圧で下がってます。はい、横、はい、下がってます。今回はオリジナルの仕様にさせていただきました。タンクセット仕様、オリジナルの荷台に50リッターのタンクがついてますよ。はい、早速じゃあ上がっていってみますか。もう一回、チャーンチャ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 、わお、メガですね。メガメガセオラ、これ上からしっかりと管理できる。はい、こちらがメガソーラーの所有者の、勝ソーラーファーム、代表の、柴田さんです。はい、今回この高所作業車をどんな目的でどんな形でお使いになりたい？このパネルの清掃をこれから事業としてやる。なるほど、予想していた通りですね。この時に特徴としては全体が動くので、このタンク全く支障なく、支障はありません。タンクの水ごと一緒に動けるですね。これ取れるようになってますから、はい、よっ、もちろん向こうも取れます。それでこいつを上げてください。パッとここまで来ます。はい、エンジン、バッテリー、そしてここに油圧ポンプ、ありますね。油圧ポンプです。よく見るとこの機械、ここで、ここが油圧ポンプです。これを、はい、あの分配してます。ベルトというものは一切ありませんね。ここから全部に供給してますので、だからメンテナンス、基本に走行に関しては基本フリー、上げ下げもフリーです。まあ、あのグリースアップはしていただかないとあれですけど、ほとんどそういったところでトラブルありません。もしバッテリー上がっても、まあ、これで引っ張ればかかります。M、L、M と L もいいな。真田行きますか、こうなったら。真田丸じゃない。はい、はい、じゃあスタッフ用に、スタッフ用に、ありがとうございます。じゃあこれ、すいません、はい、使ってください。ありがとうございます。こんな感じ。これが、純水を作る機械です。水道水だと、水垢がパネルに残ってしまうので、不純物をなくせば拭き上げもいらないと。水の汚れも取れるので。
かなりパネルのそばまで行きます。はい、さらに旋回。なるほど、このネジは緩むんですか？何もしてなくても。まあ経年劣化でね、緩んでっちゃうので。ああ、で上に乗りたくないもんね。パネルの上にね乗ったらね、僕乗ったら割れちゃいますからね。ああ。ということです。カツオラソファームさんのあのメンテナンス部門がありまして、このパネル以外にもいろんなあのメガソーラーズ、あれ家庭用のソーラーね、あのメンテナンスを受け負ってます。あの草刈り機、ね、草も刈ったりできますのでね、ぜひあのソーラーパネルの清掃草刈りは勝ソーラーファームさんにお電話ください。こんな感じです。はい、はい、ありがとうございます。かっこいいですよ。はい、かっこいいね。金太郎みたいになってます。あ、いやいや、どうな、かっこいいわ。あのホームページもあります。あの資料をお渡ししてますので、はい、はい、パネルの清掃やってます。あの草刈りの代行もやりますので。いや、かっこいいです。真田幸村みたいですね。この槍持ってね、かっこいい。はい、草刈りも田中さんで買った ARM でやってますので。ラットですね。活躍してます。はい、そんな感じですね。この高所作業車、新たな使い方、パネル清掃ですね。あのね、新しい農園、このソーラーパネル、ここにもこの交渉強烈交渉作業者大活躍です。0120-413-883、よいみパパさんにお電話ください。棚木家に置いてます。見に来てね。